出身のサッカー選手。エルチェ CF 所属。赤道ギニア代表。ポジションはミッドフィールダー。レアルマドリード地元サンタクルスでテネリフェのクラブを経て、2010年にレアルマドリードの下部組織に入団した。2011年からレアルマドリードカスティージャでプレーし、当時のトップチームの監督であったジョゼモ・リーニョに抜擢される形で、2013年6月1日に、 行われたプリメイラディビシオン第38節、CA オサスナ戦に途中出場、トップチームデビューを飾った。しかし、以降は、トップチームに定着できず、翌2013から14シーズンは再び、カスティージャを主戦場とする。ダービーカウンティ FC 分厚い選手層に阻まれ、トップチームに定着できず、2014年8月6日、 チャンピオンシップのダービーカウンティ FC に1シーズンの契約でレンタル移籍。スポルティングで基本2015年8月3日に、スポルティング基本に1シーズンの契約で、再びレンタル移籍。アイントラハとフランクフルト2016年7月6日、ブンデスリーガのアイントラハとフランクフルトに移籍。契約期間は3年間で買い戻しオプション付きと報じられている。 シャルケレイヨン2018年6月28日、レアルマドリードが買い戻した上で、シャルケレイヨンに2022年6月までの4年契約で移籍した。エルチェ CF2021 年8月23日、シャルケレイヨンとの契約を解消し、エルチェ CF にフリー移籍で加入し、1年契約を結んだ。ありがとうございます。